地方行財政の問題についてもお伺いをしたいというふうに思います。今日資料で、保健所における、職員配置等に関する調査という、ものを付けさせていただきました。で、来年度の予算案の中でですね、都道府県の標準団体170万人の標準団体で感染症対応の保健師さんは6人増えると、そして感染症対応以外の保健師さんも8人増やすということで、積算の内容についてお伺いをしております。その趣旨とこの分の積算の総額についてお示しをいただきたい。令和3年度の交付税算定におきまして、保健所の恒常的な人員体制強化を図るため、先ほどご指摘ございました感染症対応業務に従事する保健師を標準団体ベースで6名増の約3200万円、全国ベースで、約20億円程度を見込んでいるところでございます。その他感染症対応業務以外の業務に従事する保健市についても実態を踏まえた見直しを行うこととしておりまして、標準団体ベースで8名増の約4900万円、全国ベースで約40億円程度を見込んでいるところでございます。総務省のですね、実態調査をしていただきまして、その中でも地方自治体の皆様方から事務員も増やしてほしいんだという強いご要望があるわけですけれども、来年度しっかりと措置するべきだというふうに思いますけれども、保健所の業務が円滑に行われますためには、保健師さんだけではなくて薬剤師獣医師等の専門職でございますとか事務職員の果たす役割も重要だと認識をいたしております。令和3年度におきましては、地方団体における実態でございますとか今お話ございました、地方団体からの要望を踏まえまして、事務職員を含む保健師以外の保健所職員についても地方交付税算定上の人数を標準団体ベースで2名増やすこととしているところでございます。ということでまだまだだというふうに思います。で、今 の現状ですけれども、保健所の人数人員が足りずにですね、とりわけ例えば名古屋で言いますと、勤務先の調査が不十分な状況になっているという点、またこれは別の自治体ですけれども、濃厚接触者の行動履歴の把握ができなかったり、あるいは接触者の検査、行動履歴の把握なども不十分になっております。感染拡大防止策が十分なされていない自治体がございます。で、感染拡大防止策をしっかりと取れる体制強化が喫緊の課題だというふうに思っておりますけれども。保健師を令和3年度から2年間かけて約900名増やし、これまでの 1.5 倍の約2700名に増員するために必要な財政措置を講じることとしております。総務省としてはこれを踏まえて早急に保健所の体制強化に取り組んでいただきたい旨、各地方団体に対して周知を行っており、今後とも厚生労働省とも連携しつつ必要な支援に努めてまいりたいと考えております。追い詰められている方々への支援にですね、保健所保健師の皆さん方は大きな役割を発揮できる存在でございます。児童虐待やうつ病など病気を原因とした自死なども増加をしております。産後うつなど妊産婦さんや困難を抱えたご家庭へのアウトリーチも含めた支援、虐待を未然に防ぐための支援、精神障害者の方々へのきめ細かな支援を含め、母子保健や精神保健など多様な保健所の役割が求められているというふうに思います。トータルで抜本的に強化をしていただきたいというふうに思いますけれども、1.5 倍にするという話もありましたけれども、これまで過去5年間は国の指示によって地方の公務員の数は減らされてきました。それ以降は国はいつも地方が独自に公務員の数を減らしてきていると言ってますが、私は国が行った過去5年間小泉政権において行われた定員合理化、これに準じた形というか、もうこれは暗黙の了解じゃなくて無言の圧力で地方は公務員の定数を削減せざるを得なかった。だから今回コロナ禍でそういう職員不足が浮き彫りになったと思います。今回保健所のこのコロナ対策の保健師の方々の定員の 1.5 倍、これは決めました。でも今コロナ禍で生活保護を申請する方々がどんどん増えて、今でも1人で100世帯とか150世帯とか受け持っている福祉事務所の職員の方々が、今コロナ禍で直接伺えない、生活実態がわからない、電話だけだ、そういう不安の中で一方で窓口にたくさん申請のをしたいという、生活保護を受けたいという方々がたくさんいらっしゃる。私は今回というか、私は速やかに保健師の職員の定数を増やすだけじゃなくて、地方自治体の公務員の定数を大幅に増やして、平常時はしっかりとした住民サービス、そしてこういうコロナ禍だとか自然災害においてもしっかりと住民の命と暮らしと経済を守れる地方自治というか自治体を、これからしっかりとそういう方向に向かわせるべきだ、国が財源をしっかりと確保して公務員の定数を増やしていくべきだと、そのように私は思うし、多くの自治体がそのように思っている。武田自治体が自主的に定数管理、定員管理をしていると、私はそれを総務省が言い続けることは非常に地方自治体に対して失礼ではないかなと
私は思っております。